皆さんこんにちは、ミルククリームです。最近自分でつけるスマホケースやスマホカバーをお持ちの方が多いので、私も簡単にオリジナル iPhone カバーを作ってみようと思いましたので、めっちゃ簡単ですから皆様もぜひ作ってみてください。 iPhone のケースは100円ショップで買ってきたものです。まずは型紙を作ります。紙に鉛筆でカバーを型取りします。内側の型紙を作りたいので、なるべく内側に沿って線を切っていきます。線が引けましたら切り取ります。画面からどんどん外れてしまいまして、すいません。線が残らないように内側で切っていくのがいいと思います。切り取り終わりましたら一回スマホケースの中に入れてみます。ぴったり、よくできました。これでいいと思います。剥がして今度はカメラの部分ですね、レンズの部分を切り取っていきます。まっすぐのところはこのように線引きを使っていくんですけれども、カーブのところはカッターを回すよりはこのように紙を回していく方が切りやすいと思います。この紙はこれからクリアケースを切っていくための型紙なので1回しか使いませんけれども、きれいに切っていくことをおすすめします。できればこの線の外側をですね、切っていく方がいいと思います。紙を回した方がいいんですけれども、なかなかね、紙を回して切るっていうのは難しいですよね。はい、なんとか切り終わりました。今度はクリアケースをご用意していただきます。100円ショップで10枚で100円ぐらいのものを買ってくればいいと思います。2枚重ねたままで、この型紙より少し大きめに切り取っていきます。ここは目分量でちょっと大きめに切り取るだけでいいと思います。切り取りましたらマスキングテープで綺麗に型紙を貼っていきます。これマスキングテープじゃなくてメンディングテープなんですけど、マスキングテープでいいと思います。そしたら今度は型紙通りに切っていくんですけれども、また画面から外れてしまいましたのでここカットしました。レンズの部分もまたカッターで綺麗に切り取っていきます。カッターを使う場合はお子様では危険ですので、必ず大人の方がやってください。もし子供さんが作る場合ですけれどもね、不器用なので時間かかっちゃって申し訳ございません。もうちょっと早回しすればよかったですね、ごめんなさい。とにかく切り取り終わりましたら紙から外しまして、一度スマホケースと合わせてみたいと思います。で今回もぴったりですね、素晴らしいです。で実際にスマホと合わせてみるんですけれども、今の切り取ったものがカバーかけた時に見えなくなっていればそれで OK です。私はこの Apple マークと iPhone というところに文字をかぶしたくないので、このように印をつけて消えないようにまたメンディングテープを貼っていきます。で切り取ったものは2枚あると思いますので、2枚目には何もつけずにこのように油性ペンもしくは水性顔料ペンで文字を書いていきます。水性顔料ですので乾かなければ何度でも消して書き直すことができます。紙に何度か下書きを書いてみるのもいいと思います。色が飛んでしまう部分もあるんですけれども、これは書道と同じくかすれだと思えば全然気にならないので、そのままどんどん書いていきます。マザー・テレサの言葉ですので、マザー・テレサってどっかに入れたかったんですけれども、飽きたら他の文字に書き直せばいいからということでこのままにしました。それでも自分の名前は入れ忘れないようにしてるんですよね。今日良い行いをしても次の日には忘れられるでしょう、それでも良い行いをしなさいと書きました。顔の方はやはり油性のボールペンと、赤い文字はちょっと目立たないかもしれないですけれども、水性顔料インクの筆ペンで書きました。で乾かしてからスマホケースの方に入れてください。これ編集してますので5分で終わってますけど、これ何十回も作り直しましたので3時間ぐらいかかっております。なので、5分で終わらなくても全然大丈夫ですからやってみてください。中の各部分が汚くなっちゃいましたら、またクリアケースも1枚切って使ってみてください。しばらくこれ使っていこうと思います。ということで今回はスマホケースを作ってみました。ぜひ皆さんも作ってみてください。
はい、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。以上、ミルクリームでした。